作家ジャーナリストの山村明義です。安全保障の話を前回、させていただいたんですけども、非常にこの、膠着状態になりつつあるっていう中で、まあ、日本のその国会が始まりました。衆議院参議院でですね、代表質問、あるいはですね、各委員会でのその質問が始まってるわけですけども、その前哨戦としてですね、まあ、国会の質問通告というですね、問題が出てきました。で、これはどういうことかっていうと、希望の党がですね、まあ、本会議のですね、当日2時間前、11時に、希望、質問通告書っていうことを正確な、文書として出してきたと。で、はっきり言って2時間前に国会でですね、質問通告書っていうことを出してくれば、現場はもう大混乱するわけですね。特に政府委員とかですね、これは政府委員というのはまあ、各国会議員の部屋にですね、質問取りとかをする人なんですけども、あるいは内閣、内閣の各関係部署ですね。で、そういった人たちはもう、パニック状態ということになっているようであります。もともとですね、この、希望党っていう政党は、まあ、ご承知とおり民進党からですね、旧民主党から来た人が多いわけなんですけども、この希望の党にはどうもやっぱり民主党的体質っていうのが入ってるようなんですね。っていうのがこの、やっぱりこの質問主意書とかをですね、どんどん出したりですね、質問通告っていうのをわざと送らせたり、それをどうもやるような傾向にある。質問通告は、まあ、前もって出せばいいんですけども、それを知られたくないとかですね、わざと嫌がらせのために出さないとかですね、そういった、この小手先のですね、ちょこざいな、手段を使って、国会、まあ、与党を困らせようとすると、いうことをやるのが今の希望の党になってるんですね。で、どうしてもこういうことをやってるとですね、国民は、まあ、国会なんかどうせくだらないと、何話してるのかわかんないし、どうも見たくもないという感じになってくるわけですけども、実はそれが狙いなんですね。で、なぜかと言いますと、どんどん国民を、その政治から、こう、切り離していけばですね、反対してるとなんか良さそうに見えるとかですね、あるいはその、強く、こう、要望を出してですね、で、質問時間を多分、5対5にしてはならないとかですね、今、ちょうど立憲民主党の枝野さんがそれを、頑張っておりますけども、半分半分、今、国会議員の舵は、実は野党対与党、憲法改正派対憲法か、合憲派で、まあ、大体あれですね、14% が、合憲派。86% が改憲派。それと与党と野党では7対3。あるいは8対2ですね。このぐらいの間の数が、大体その相当な数字だと思うんですけども、それが5対5にしなきゃいけなくて、で、従来は7対3から9対1で野党側に譲っていたという現状がありました。これなんでそうなったかというと、前回も、まあ、前の回でもお話しましたけども、竹下内閣の頃からどんどん野党のに、花を持たせようということで、質問権っていうものを譲ってきた。そのために、どんどん民主党の方政権の時にですね、民主党の政権も、野党側に譲るっていうことをより多くやってしまったっていうのが、歴史的経緯でですね、で、それから、どんどん野党の質問が9対1ぐらいになってしまったっていう経緯がありました。多い人では1時間半、1時間以上ですね、質問するっていう人も出てきて、で、国会の記者たちはみんな、寝ております。はっきり言ってそっちの方がつまらないという話になってまして、野党が、質問すると緊張感が高まると言いますけど、これは全くの嘘であります。与党の方が建設的で具体的な話をする場合が多くて、そちらの方が国民にとってためになるっていうケースが多いんですが、野党の方が、質問の力は優れてるっていうことで、間違った常識のもとに進んでるっていうのが今の国会の現状です。
まあ、そんなこんなしてましたらですね、まあ、これ、ちょっと余談になりますけども、小池百合子都知事がですね、非常に危なくなってきた。希望の党っていうのは、もともと、その共同代表を小池都知事が退いてですね、まあ、玉木さんの、単独代表ということになったわけですけども、で、その小池さんの方はですね、まあ、豊洲の移転問題ですね、東京オリンピックの重要なその柱の一つである、築地から豊洲の移転問題っていうのがなかなかもううまくいかなくなってきた。具体的にはですね、要するに企業がですね、もうどんどん降り始めてる。豊洲に行っても、移転をしたとしても、いわゆるこれから、今まで待ってなきゃいけなかった。あるいはこれからずっとメンテナンスをし続けなきゃいけない。で、どうなるかわかんない方針のもと、チューブラインでやると、企業もコストがかかります。で、まあ、いろいろ言われてるんですけども、私が聞いた話では、まず、体制建設ですね。体制建設全体の、まあ、統括するゼネコンということで、まあ、いわゆる JV とかをやるときに、その非常に重要な役割を帯びている体制建設が降りそうになっているという話でございます。それとですね、万葉の里とかいろいろ温泉をやってる万葉クラブっていうのがあって、で、ここもですね、もう降りそうになってるんじゃないかという話になっております。あと、千客万来っていう、ここもレジャー施設ですけども、ここも降りたいと言ってるという話を聞いてますので、まあ本当どうなることやらっていうですね、小池さんも華々しく豊洲の移転を中止するという話をしたのはいいんですけども、オリンピックが本当に3年もう切ってますけども、開催できるのかっていうところまで今後追い込まれていく可能性が大であります。小池さんピンチということで、まあこれからしばらくは茨の道に走るんじゃないかというふうに思っております。まあさっき国会の話しましたけども、最近ですね実は国会議員にですね朝日新聞社っていうまあいわゆるクオリティペーパーって言われてたですね過酷でですねで新聞社がですね噛みついてるという現象が起きてます。まあいわゆる足立康氏主義にですね、日本維新の会のですね、まあ、ご主人の方多いと思うんですけども、その足立さんがですね、いわゆるその国会で、まあ、これは朝日新聞の捏造報道から、加計森友学園は、問題は始まってますと、いうふうに言っちゃったもんでですね、で、朝日新聞が、まあ、いわゆるその、要望書、通告書、国訴を含めたですね、要望書通告書っていうのを送ってきていると。まあ、こういう事態に見舞われております。これに便乗してですね、足立さんに懲罰動議をかけたっていうのが日本の国会なんですけども、野党が中心にですね、まあ、その足立さんが言ってることは、まあ、確かにですね、ちょっと行き過ぎた部分は、あるとは思うんですけども、全体の大枠としては間違ったことは言ってない。と同時にですね、朝日新聞社はこう、何を土地狂ったかわかりませんけども、小川栄太郎さんっていう評論家のですね、書いた、単行本、あるいはですね、これ週刊新潮っていう雑誌のですね、変幻自在っていう、私もよく読んでますけども、高山正幸さんっていう方が書いた、コラム記事ですね。これに対してもですね、もうめちゃくちゃ、もう、どうもな、なんか、こう、獣のようにですね、噛みついてきたと、いうことがあります。要するに事実に反するとかですね、捏造っていうのは間違いだとかですね、そういったことを延々と、書いた文章を送りつけていくっていうことらしいんですけども、私も現物はちょっと見てないんでですね、まあ、とにかくあちこちですね、もう朝日新聞社が、これ本当に報道機関なのかと思うぐらいですね、まあ、喧嘩を打って、私から言わせていただきますと、反響乱になってるんじゃないかと、いうことを、感じるわけですね。まあ、もともとですね、この、の発端のですね、森友かけ、まあ、森かけ問題ですね、の発端っていうのは、まあ、これは朝日新聞社が作ったのは間違いなくてですね、まあ、昨年、
から今年にかけてずっと取材をしておりまして、今年、まあ、いわゆる朝日新聞の一面トップの記事で、総理のご意向だと聞いたと、いわゆる総理の支持じゃないかっていうことを示唆する記事を、掲載してある。これはどういうことかと言いますと、ご承知通り、文科省からですね、内閣府に提出したメモの中、いわゆるメールのメモの中にあったっていうことで、朝日新聞社が、まあ、これを見つけてそれ見たことかっていうことで、総理の指示じゃないかっていうことを、こう、匂わせて、まあ、これは断定はしてないってことなんですけども、指示をしたということを言ったわけですけども、まあ、これに対して、まあ、いわゆる、安倍総理の、その、まあ、どちらかというと、その、近い人たちは違うんじゃないのと。いわゆるその総理っていうのは全然指示なんか出してないし、ご意向伝ってご意向は、まあ、森友の籠池さんに会ってもないし、加計学園のですね、加計幸太郎さんって人に会ってはいるけども、指示なんか受けてないよっていうのが、まあ、それがその言い分なんですね。ところが、その朝日は、そのお友達だとかですね、この、延々とこう、関係の近さを、指摘してですね、延々と指摘する、糾弾する、批判する記事を、ずっと載せてきた。まあ、はっきり言ってですね、これ、私、断定をいたしますけども、朝日新聞は、もう終わりに近づいてきたと。で、こう反響欄になってきて、人の、こう、まあ、喉、まあ、最後のですね、反撃をですね、死に物狂いで起こしていると。まあ、報道機関としてはもう終わりに近づいてますからこそ、こういうことをやるという、本当に朝日新聞社っていうのは、私も何度も中に入ってますしですね、いろんな人と仕事したことあるんですけども、とにかくいい人もいますけども、とにかく人を決めつけたりですね、高飛車に出たり、上から目線で物を言ったりですね、物を蓮に見る、斜めに見る、そういう人があまりにも多すぎる。こういう人が言って、その日本が悪い、日本が悪いって言われたら、基本的には、まあ、韓国の従軍慰安婦問題もはじめですね、誤報がボロボロ出てきたっていうのが、普通の人の見立てなんですね。で、私も実際知ってておかしいと思ってましたし、で、今後、最近ますますおかしくなってきたっていうのを、まあ、この、まあ、いわゆるその反撃、朝日新聞の、いわゆる反撃、という事態に、やっぱり、ますますおかしくなってきたっていうことを、やっぱり、実感をしているところであります。これから、やっぱりこういうクオリティペーパーっていうのは、きちんとその事実をですね、言うっていうだけではなくて、きちんとした見識と、そういう格の高さっていうのを見せないと、クオリティペーパーにはなり得ない。こういう、まあ、いわゆる、強権みたいなですね、ことをやってるようでは、朝日新聞というのはもう終わりだろう、というふうに言わざるを得ないと思います。というわけで、今日は、国会と、それと朝日新聞の、参上ということで、お話をさせていただきました。次回、すいません。できれば、映像となって、形を表したいと思っておりますので、ぜひお許しをいただければと思っております。次回またどうぞよろしくお願いいたします。山村でした。よろしくどうぞありがとうございます。